前座を務めます明治大学の高潔です。多分たくさんの話が重なってまいると思うんですけれども、私は、歴史を少し勉強している立場から、今の時代が歴史的に言うとどういう地平に佇んでいるのかということを少し歴史年表をめくりながら、ちょっと振り返ってみたいというふうに思うんです。昭和の初期の歴史と令和の初期の歴史が極めて似通っているという、まあ、これはある意味ではいつもの話かもしれません。しかし年表をめくりますと、1925年昭和元年、ここから昭和が始まりまして、昭和25年にはご案内の通り治安弾圧法ができます。そして27年には中国に対する本格的な侵略戦争、三方春兵出兵が始まります。そして28年、29年、特に29年には 4.16 共産党弾圧事件、その前年の28年には日本共産党 3.15 事件が始まります。そしてその結果31年、ちょうど来年90周年です。いろんな催し物が予定されているわけですけれども、満州事変が起きます。つまり軍部の独走が本格化します。そしてその2年後33年にはご案内の通り京大の滝川事件が起こります。そしてまた35年、ここには天皇機関説事件が起きます。つまり天皇は機関であるといった見延博士の議論が正面から言ってみれば打ち破られていく。そして貴族議員でもあった見延博士は、議員を辞めざるを得なくなるという話です。ここにおいていわゆる自由主義的な思想が弾圧排除あるいは排除されてくる歴史が始まる。その成果を踏まえて権力は31年に日中全面戦争を始めます。つまり日中15年戦争の始まりです。そしてその39年2年後には第二次世界大戦が始まり、そしてその2年後には太陽戦争が始まる、対英米戦争ですね。そして43年にはガダルカナル島撤退が始まって日本の本格的な敗北が始まり、そしてその2年後45年には日本敗北である。これは言ってみれば昭和初期奇数ですね。偶数奇数の奇数です。奇数が言ってみれば読み解いていくと、日本のこのような私たちのった民主主義を根源的に排除されていくような歴史過程がある。そういう意味で言えば昭和、令和の時代に入って2015年、少し飛びますけれども、くしくも奇数の年に日米、新安保法制が強行採決をされ、そしてその2年後には2017年、共謀罪が言ってみればこれまた強行されるという。そしてまた、前後において、今私が申し上げたかったことは、昭和初期の時代とそれから令和初期の時代が極めて似通ってきてるんではないかと。そういう意味でこの間、出てきた問題はまさに昭和初期の時代を彷彿させる、あるいはもっと言えば復元させる、これが日本回帰を志向する権力の側の言ってみれば一貫した戦略ではないかとすら、ある意味では、過剰な見方かもしれませんけれども、私などは読んでしまう。歴史年表をめくればめくるほどそこに昭和初期が見えてくる。私たちはもう一度新しい戦前を歩かされているのではないかというのが私の歴史認識であります。二つ目の点ということで言えば、先ほどからもすでに出ています、くしくも2015年には安保安全保障技術推進制度というのができます。これは先ほどどなたかが触れられました。当時のお金で110億円ぐらいでしたでしょうか。防衛省の外局であります防衛装備庁が軍事研究をしてくださいという形で、まずは国立大学をはじめとして、募集を始めます。これに関して、日本学術会議が2017年3月24日にご案内の通り、たくさんの方もおられると思いますけれども、軍事的安全保障研究に関する声明を出しました。ここには今夜申し上げましたように、軍事研究というものがなぜ、再施行するのかということの読み解きと、それから軍事研究をしなさいという権力がそこに現れた時には必ず戦争に近い時代状況を設定されていくということが実は謳われています。これはもちろん、先生方がお書きになったものなんですけれども、そこには非常に鋭い歴史認識、さ私が今申し上げた昭和初期における歴史認識が非常にきちっと書かれている文書があります。今日はちょっと時間がないので読み上げませんけれども、もういろんなところで出ております。ちょっと私ごとで申し訳ないんですけども、2015年に安全保障技術推進制度が出た折に、私は実は、安倍首相の地元である山口県にある某国立大学の副学長を6年間しておりまして、その時にやはりこの制度を受けるか受けないかで、カンカン科学の議論がありました。
私は当時理事でありましたから、とんでもない、とんでもない。で、歴史家の端くれですから、歴史の教訓をどうして読み解かないのか、同じ鉄を踏んでいいのかということで議論をしましたけれども、他の4人の議論、理事と学長に押されまして、その時に私どもの大学は確か軍事研究を募集するかしないかは個人の問題であるからして、大学の教員の個人に任せようではないかということで言ってみれば終わったんですね。ところが昨今で聞きますると、私がいなかったせいかどうか分かりませんけれども、この大学も機関として大学として軍事研究を自宅する、募集しても構わないということになりました。ただご案内の通り、東京大学、京都大学、大阪大学などでは軍事研究は拒否している事実上ですね。だから私今明治大学にいますけども、明治大学も一応拒否しています。他の有力な大学もそうだと思いますが、しかしこの日本学術会議の中の先生方の中にも、軍事研究はある意味ではいいのではないか、デュアルユースというような言葉が言われているように、これは民事と軍事の、まあ言ってみれば分岐線というのは曖昧なのだから、民事にしっかり傾聴すればいいわけだから、自宅しようじゃないか、募集しようじゃないかという流れが実はあって、実は、まあ、ある意味では日本学術会議の中でも結構、まあ、言ってみれば引き合いがあるわけですね。そういう意味で言えば、私たちはですね、もう一回昭和初期の時代を迎えるのか迎えないのか、そのことを今思ってみれば正面から問われているというふうに思います。私は、こういう場に必ず週刊にはお出になっていた、まあ、今ではレジェンドと言っていいかもしれませんけれども、亡くなられた山川昭夫さんがこんなことを言っておられました。国家権力がこのようなことを言い出したときに、私たちは三藩三次の精神で、正面から、挑まなければいけないと言われたんですね。三藩の藩というのは反帝国主義、反ファシズム、反軍国主義です。それに対して今権力は思想的な意味だけではなくてですね、同意統制管理、この原理で私たちに攻め入っています。それに対して山川さんは自由自治、自立の精神で立ち向かうべきだ。つまり三藩三次の精神こそ、こうした権力に立ち向かう時の一つの思想的な武器になるのではないかということを申されました。今山川さんが生きておられたら、ここに来て同じようなことを言われています。山川昭夫さんの教え子の一人でパッと自負している私から、山川さん、あの世から今どうなってるんだ、お前たち学者のくさしてちゃんと動けよって随分怒られているような気がいたします。山川さんが私が山口に行った最後の夜、山川さんと最後の話題の時にも同じことを言われました。高月君なら今もうじき権力は歯を剥き出している、非常に賢くなっている、いろんなことを学んでいる、学んでいるから君たちはもっとそれ以上に学ばなければならない、運動と研究が一体となって初めて権力相対に立ち向かう力となり得るんだということを何回も何回も酔っ払いながら言っておられました。私はその意思を継ぎたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。高月君でありがとうございました。